孫権たちは知恵を持って孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝氏殿、芝生殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。なんとしても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。よくやった、褒めてやろう。任務だって。私が相手では不服かな。おや、嫌いだ。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺は兄上に盾使われる。師匠殿、言葉を慎んで。この怒りでも相変わらずのようだな。
少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと四条殿、逃げ足の速い。相手に兄弟のようで気が抜けぬな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私には分からないが、兄弟ってそういうものか。腕輪を素直に渡してくれるか。めんど、手荒なことはしたくない。すいません、嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。敵が直虎殿の近くに。急いで守らないと。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。この俺が相手だ。来い。ありすぎで。雪村、感服いたします。さあ、来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。邪魔だ。共に敵メラを打ち抜こうぞ。押して参る。はっ、やめて、叶わない。
度戻るのも良さそう。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで攻め方がひどい目に。怖いですけど腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上ご迷惑はかけられません。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら標的にも挑む。ただの無謀か、それともここを通るつもりか。させぬ。すまない、頼まなかった。策を使う余裕もないか。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。すまんが俺は引かせてもらうぞ。僕はナタ。腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。だから他の人に手を出せないでください。まあいいよ。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。気合だ。打ち取った。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。敵メラを打ち抜けようぞ。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。よくやった、褒めてやろう。資源、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会などめったにない。ならば父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです。あなたは下がっていなさい。任務だ。本気できなさい、資源。行くぞ。私を失望させないことね。母上、刃を向けること、今はお許しください。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。物分かりのいい子が好きね。思い通りになってくれて嬉しいわ。なん、遠兵として参上いたしました。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。うわ、
殿、バカ息子がまた迷惑をかけているのね。不満があるなら私にぶつけていいのね。ここまでね。しまうとはな。ここが地獄よ。一言でしょ。一緒に預けて。はい、はい。師匠、相変わらず姉妹のないかもね。やればできるところを見せなさい。母上、めんどくさいことになったのに。ああ、もう降参降参、煮るなり焼くなり好きにしてくれ。みんな降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。よくできたのね。私も誇らしいわ。父上、ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたしまする。あなたという人はですが、この状況ではやむを得ませんね。私が相手では不服かな。策の練り直しだ。雪村、感服いたします。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。一緒に預けて。はい。申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。
ですが、ナオトラ殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はっ。そういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力、容姿、人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。ふん、ますます謎は深まるばかりですね。芝茂、天下の頂点を目指すぞ。芝市場ってんだ。ま、適当にやるわ。戦の真実を見抜く、それが私の役目。教えてやろうか、他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうと諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。信行、弟の将を見なかったか。いえ、お見かけしておりませんが。何がおかしい。いえ、思い出したのです。私も昔よく雪村を探していたものだなと。どこの世でもそれが兄の役回りなのかもしれぬ。芝生殿はどこにおられるのか、もう見当はついておいでか。ああ、おそらくかつて雪村を探していたお前がそうだったようにな。共にいる時間が長い分、行動範囲もある程度は読めるようになりますしね。雪村にはよく驚かれたものですが。私も昼寝中の弟を驚かせてくるとしよう。ではな、信行。金継殿は歌がうまい、それは分かったから、ちょっとだけ小さい声でってのは無理か。おお、芝生殿、上杉の民がおらぬ世界で田植え歌はまずかったか。いや、
それ自体はいい。けどこう気持ちよく昼寝してるとこにツン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 って始まるとな。それはすまなかった。義と愛は別の形で知らしめるとしよう。義はともかく愛の方は金継ぐ殿の兜で十分知らしめられてると思うぜ。そうか、ならば今は義について語るとしよう。いやちょっと待って。義とは弱きに寄り添い強きをくじく正義の心なり。ああ、俺の昼寝の時間はおしまいだ。